地味おじさんの間違い探し。というわけで問題です。今日の私ちょっと間違ったとこがあります。それは一体どこでしょうか。はい、わかった人。はい、先端が若干大きい。ブー。いつにも増して顔がヘボい。ブー。金に汚い。ブー。口が臭い。パンツがいけない。正解は前回改造されちまったこの体だよ。まだ戻ってないんだよ。解説しよう。前回松戸整形クリニックを訪れた地味おじさんは天才科学者松戸博士の手によって戦闘兵器に改造されてしまった。当の本人もこの重厚なボディを大層お気に召したご様子だった。お気に召してないよ。あれ、こんな体じゃ自分のケツも満足に吹けないんだよ。確かに日常生活には向いてなさそうですね。っていうか、なんでお前らだけちゃっかり元に戻ってんの。元はといえばお前らのせいだぞ。そうでしたっけ。なんとかしてくれよ。まあ落ち着いて、とりあえず博士に相談してみましょう。元に戻すのはいいけど、肝心のボディがないとどうにもならないそうです。そうだよ、やさぐれてる場合じゃないんだよ。あん時の猫、俺のボディをゲットして行方をくらましたあの猫、やつを捕まえない限り俺はマラカスも触れない。オスメス鑑定で荒稼ぎすることもできない。俺は死んだも同然だ。猫だからといって手加減はしない。作戦開始だ。自信があるってことか。お前らマジかえれ。待てこら、止まれ。このクソ猫。ちょっと無傷で捕まえるんですよね。攻撃をやめてください。待ってみてろ。捕獲するのは諦めた。ヘッドショットだ。猫の頭を俺のボディから削ぎ落とす。猫にミサイル？当たれ！
気に召しました？召さないよ。